はい、今日はまあストーリーのまあ第2章を見ていこうと思います。はい、ストラップがあのね、自分携帯のストラップにね、雪村くんのストラップつけてるのよ。はい、ニワトリちゃんみんなそれで起きるんだろうね。もうこんな状況なの、はあ、別荘ですよ。妙馬くんずっとここで寝てたの。え、あのカバジおはよう。私も今おはようだよ。ああ、うーん、え、寒いの。ああ、ジロちゃん、足つかんで寝てたの。ったく、多分釣りの夢だろ。はあ、あれちょっともなんか眠そうですけど。どうして。あ、寝違えたのね。ああ、もしかしてカバジは大丈夫なの。よし、大丈夫なんか。アトベ部長。問題ない。みんなどうやって寝てたんだろう。いや、確かカバジがベッドみたいなやつ持ってきてくれたんだっけ。アトベさん、どうした、はあ、ああ、慣れの問題なの。まあ、え、じゃあベッドで寝てなかったってこと。え、地べたで寝てた。まあ、そういう状況だったな。ええ、その、あ、じゃあ台所でご飯作ってるのか。はい、なあ、うっす。ああ、まだ寝てるの、ジロちゃん。もう、うん、でもいつまで寝てるの。まあ、あ、掃除してたのね、みんなと。うん、サンキュー。 ああ、みんなで掃除してたのね。でもどうやって飯とか作るんだろうね。確かにもうどうにかしないと。でも、どうにもにも。へえ。でもタカさんは実家が店だからね、料理得意なんじゃない。え？え？とお前は言うよな。まさかの高校生。あ、おう、食材も、うん、お、まあ助かるわな。もし
でもね、あるものだけで場合によっては大変じゃねえ。ふむ、その通りだよ。あー、なるほどな。つまり例えば。ふむ一斉献立を考えてほしいとそういう気でいたのか。おお、でもそれなら私ももしへえ、あ、あら、もうみんな来た。ええやん。せやね。確かに慣れるまでにはまあ時間がかかるだろうな。新婚生活っていやだ、もう。まあキャラ的には合ってると思うんだけどさ。早速ね。ああ、アクト兄さん。いや、でもアクトもさ、なんかアクト飯みたい、アクト飯とかいうやつあるじゃん。多分いつか作りそうな。でもどんな味なんだろう。そしてもう一人、え、誰誰。あうん、あマジか。でも草むしったんじゃないの、まだ生えてるの。え、このままで大丈夫なの。え、ネット穴開いとるやん。いいや、まあ確かにそうなんだけどさ。よっ。おー、頼もしいわね。えらいこっちゃ。確かに、でもネットとかはどっかで学校で変えられるんじゃねえの。ああ、ああ、あー、なるほどね。それでここに来たってわけ。はあ、ボロコートああ、まあ確かにそっちよりかはまあマシだろうな。おいおい。まあ。まあ。な。まあそこも気になるわな。可能性はありそうだ。なあなあ。整備って。金太郎セービーって初めて聞いたのかこれ。たく、金太郎セービーってことは初めて知ったのか。そうか、どげんね。あー、なるほどな。あー、まあその威力ならできなくもないだろうな。いや、え冗談冗談なの。ほんなら、うん、ん、ん、どうした真田。おや、もう真田はいつもよ。何、いえ、おはよう。私もおはようですもう朝早うからこれやってるので。ええ、
うん。はい。で、あさってからまたイベントが始まるってことで、まあその日になれば、まあストーリーメインで見ていくと思うので、まあよろしくお願いします。ということで、また次回お耳にかかりましょう。ありがとうございました。